確かに王子募集中って言ってたけどさ、ずっとそのノリで付き合うのはごめんね。お疲れ様でした。ああ、2ヶ月も持たなかったか。なんだよ、姫扱いに最初喜んでたじゃん。リカルド王子かっこいいな。愛する姫のために全てをかけて、その姫も愛する王子のために全てを捧げて、一人ぼっちの俺と違って、職場全滅、お見合い破談、マチコン合コン撃沈、28歳独身貧乏いらっしゃい、趣味は少女漫画と恋愛映画鑑賞、夢は運命のお姫様の王子様になるって、やばいやつだな俺。でも夢なんだから仕方ないだろ。ああこんなやつやっぱ一生一人だよな。いかんぞケイチ、そんな弱気じゃ運命の姫探し一朝一夕にあらず。ん？そっか、アプリ。どれどれ、ニックネームに身長体重、え、体型まで。あ、酔っ払って全然集中できん。あとは適当で、写真はこれでいいか。こんなもんか。マジ飲みすぎ。姫さん、顔はわからないけど大人っぽい人だな。え、あ、やった、早速同志に当たったぞ。はい、一番好きな漫画なんです。もしかして姫さんも。リカルド王子です。かっこよくて憧れなんです。この人僕っ子だ。やばい、ドキドキが止まらない、うん、突然ですが運命って信じますか。姫さんから運命を感じます。本気です。登録してすぐの話し相手が同じ漫画好きだなんて、こんな奇跡初めてです。好きです。あ、やば、勢いに任せて告白しちゃった。ああ、引いたよな。どうしよう、返事来ない。すみません、話に熱中しすぎてしまいました。あの姫さん、このまま会いませんか。
まさか、OK もらえるとは。昨日の今日で失恋したばっかなのに。俺は赤いバラ、姫さんは白いバラが目印。